痛いけれど氷が彫刻されている。中はと全面氷、他には何もないみたいだね。氷の彫刻があるくらいだし、氷の罠はあるだろうな。滑ってなかなか止まらないとか。そうかもね。用心して進もう。やはり罠はあったな。あの数だと通り抜けられないし、蹴散らすしかない。終わったね。これはどうしたんだい。あ、キノコだね。こんな地下迷宮の奥に入るもんなのかな。おお、いい感じにプニプニする。触らない方がいいよ。平気だって。あっ、煙だ。胞子を吹き出したんだよ。だから言ったのに。なあ、怪しいキノコを触るのはやめよう。崖だよ。相当深いな。落ちたら助からないだろう。橋があったみたいだけど落とされているね。行動を落盤させたやつの仕業かな。間違いないね。でどうしようか。崖の幅は10メルか。さすがに飛び越えるのは無理そうだ。なあユージオン、この地下迷宮はかなり寒いよな。そうだね。道も壁も凍っているしね。青バラの剣で氷の橋を作れないか。なるほどね。うまくいくかわからないけどやってみるよ。やったな。思いのほかそれっぽくなったね。氷の橋折れないかなと言われても。踏むとミシミシ言ってる。怖くて進めないわ。攻撃もらったら死にそうな強敵とかには平然と立ち向かっていった。ちょ、ガラス細工。わかった、リズ、俺が何とかする。どうするつもり。え、何、ちょっと手をどこに。あ、ちょっと。騒ぐなよ、担いだだけだ。これお姫様抱っこじゃない。嫌ならやめるけど。嫌じゃない。ああ、もうバカ、今の聞かなかったことにしなさいよね。はい、あとご要望は、優しく運んでよね。かしこまりました、お嬢様。なんなの、調子狂うわ。はい、着いたよ。さっさと下ろしなさいよ。わかったってジタバタするなよ。だって、あんたが。何でもない。なんだ、迷惑だったか。月一くらいやりなさいよ。何か言ったか、リズ。何でもない。キリト、ガラス細工作戦成功だね。何か成功したのか。これは祭壇か。どうもそうらしいね。
祭壇の上にはまった水晶に光が宿っている。水晶は全部で5個あるな。光の色は5色。この部屋に入った途端、私の手にも赤色の光が宿り始めたわ。ってことはリズが祭壇に触れるっていいのか。じゃないかな。リズ、やってくれる？危険かもしれないぞ。うん、悪意を感じない温かみのある光だからきっと大丈夫よ。触ってみるわね。お宝が出てきたぞ。今思い出したんだけど、あの兵士二人と呪術師の女の子の絵、これを表していたんじゃないかな。多分こうだ。一つの祭壇に全部で五つの報酬がある。連れていく女の子によって光の色が変わり、もらえる報酬が変わる。祭壇は三つあるから十五種類も報酬がある。もしかしてさ、その中に神器のリソースが混じっているなんて。十分にありえるんじゃない。アンダーワールドがザ・シードの由来だからかな。地下迷宮のルールがゲームクエストっぽいな。遺跡なんかもカーディナルシステムを用いて自動生成されているのかも。とにかく戻ってみんなの意見を聞こうよ。というわけなんだ。どうやら連れて行った女の子が鍵となって報酬がもらえる仕組みのようだ。つまりお宝を得るためには女の子全員を全部の祭壇に連れていく必要があるんですね。いやいや、全部回る必要はない。報酬のどれかがリソースならそこで終わり。なら今は3つの地下迷宮を1回ずつ突破しようよ。周回をするにしても攻略情報が必要だから。だね。キリト、次は誰を連れていく？首って君。ああ、ごめん、ちょっと眠くて。次の女の子か。ああ、シリカかな。私ですか？どうして？この水の地下迷宮の穴、かなり狭そうじゃないか。確かに、シリカ以外は窮屈そうだね。他に通れるとしたら。探さなくていいから、シリカと行ってきて。うん、じゃあ決まりで。はい、よろしくお願いします。穴は私が広げておくからね。行ってらっしゃい。見て、キリト、水が彫刻されている。中は全面水ではないね。何もないみたい。水の彫刻があるくらいだし、何か罠があるだろうな。水浸しは覚悟しておこう。水の地下迷宮っぽくなってきたね。地下迷宮の床が水に浮かんでいるのか。少しゆらゆらする。バランスを取るのが難しいですね。バランス？神聖誤解？キリトさん、バランスって日本語で何て言いましたっけ？平行感覚かな。ああ、そうだね、平行感覚が狂うね。外来語をうっかり使っちゃいますね。だろ？俺も最初は結構やらかしたよ。その度に言い換えて大変だった。楽しそうなところ申し訳ないけれど、二人ともちょっと見てくれないか？何か見つけたのか？先に行く扉が閉じられている。手前に台座、台座の上にはいろんな形のくぼみが6つか。このくぼみに合うものを持ってこいっていうことかな。どこにあるんでしょう？
あっちの通路の奥から何か声がする。倒せばドロップするかもしれませんね。ドロップ？キリトさん、待って、今考えている。略奪品？山賊みたいでひどく印象が悪いですよ。入手品のことかな。あ、それ、どうして質問した僕が答えているんだい。すいません、語彙力なくて。右に同じく。今度セントラルカセドラルの大図書室で勉強会を開こう。居眠りありなら参加する。私もです。真面目に聞く気なさそうだね。扉が開きましたよ。でも欠片は砕けちゃったね。扉は開いたし、必要ならまた集めればいいさ。よし、奥へ行こう。こちらからは開きそうにもないな。帰りが遅くなったらさすがに誰かが助けに来るだろうけど、その時にすぐ出られるようここで待機しておくかい。ああ、でもまだ時間あるから先に奥を調べておきたい。この部屋は大きな池だな。向こう側に祭壇がありますけど、道がありませんね。泳いで行けってことかな。敵を配置して侵入者を防ぐ地下迷宮なのに、ここで急に流水でもない場所を泳げだなんておかしくないかい。かもな、裏があるかも。水中に大きな卵の殻があるよ。でかいな、竜の卵かな。すごく硬そうだ。この殻を破って生まれたのは相当名のある竜だろうね。俺たちと戦ったやつだったりしてな。あるいはこれから戦う強敵かも。怖いこと言うなよ。こっちに何か生き物がいます。小さな魚？あ、これって、そんなわけが。いや、でも試してみるか。心当たりがあるの？どうして肉なんか取り出すんだい？投げ入れるから見てて。あ、すごい勢いで肉が引き裂かれています。これってピラニアに近い。アンダーワールドの生き物だろうな。見たことがない魚だな。恐ろしい。泳がずに向こう側に行かないと。行くには船がないと。船か。キリト、どこを見ているんだい？君はまさか。魚は今肉を食べている真っ最中。さあユージは、卵の殻を引き上げるぞ。やるつもりかい？もちろん。よし、引き上げ成功。これを船代わりにして向こうまで行こう。3人は乗れないよ。まずは俺と友情で挑戦しよう。カイは？剣に決まってるだろ。なんてひどい使い方を。ほら、無事に行けたじゃないか。大丈夫そうだね。それじゃあ向こう岸まで戻ってシリカを連れてくれ。気をつけてね。次、シリカの番だ。大丈夫でしょうか。ユージオの時のようにやれば大丈夫。ほら、ゆっくりと乗って。シリカ、倒れ込んだけど大丈夫か。シリカ、動くな。動いたら卵が揺れる。でも動かないと抱きついたままです。
抱きついてていい。じっとしてくれれば俺がバランスを取りながら漕げるし。はい。キリトさんの心臓の音がします。激しくなりました。可愛い女の子に抱きつかれて動揺せずにいろって、それは無理だろ。妹みたいって言ったくせに。あの時はそう言ったけど、シリカは妹じゃないし。そうですよ、いつまでも妹扱いしていたら怒りますからね。気をつけるよ。さあもうすぐ岸に着く。もうちょっとだけ乗っていたかったです。じゃあ祭壇に触ってみますね。これもリソースじゃないな。残念だったね。戻って扉の前で助けを待とう。みんなが早く気づいてくれたらいいけど。ユージオが心配していた扉は何事もなかったように開いていた。どうやら宝箱を取ると開くようだ。胸をなで下ろした俺たちは来た道を引き返した。というわけで残った道は一つだ。ついていくのは私ね。そうなるな。頼むシノン。見てキリト、煙が彫刻されている。中は入り口から見えるとこには何もないみたい。ただ広いね。氷、水に続いて3つ目だ。ここも罠があるだろうな。最後の地下迷宮は一目瞭然だな。見通しのいいところに巨大な敵3体かな。奥にある扉は当然閉まっているね。連戦か。大仕事になりそうだな。扉が開いたぞ。これで先に進める。閉じ込められた。水の地下迷宮では祭壇から帰ってくる時には開いてたけどね。この地下迷宮も同じだろうな。先に進もう。どうしたのキリト。まさか地下迷宮の中に温泉なんて。湯加減もいいね。アスナが目の色を変えて喜びそうだ。祭壇も湯船の真ん中にあるね。橋があるからすぐ行けるし、とにかく終わらせて戻ろう。扉の外に。ね、シノン、まさかと思うけど。そのまさか、さっさと出て。遊びに来ているわけじゃ。地下迷宮で昼寝をした君がそれを言うのかい。こっちは1週間近く調査で荒野をさまよってるの。入ったっていいでしょ。でもみんなが俺たちの帰りを待ってるし。キリト、ガラス細工。ここもか。さあこっち来て座ろう。プリン、キリトだけ残って。なんで。敵が潜んでいるかもしれないじゃない。じゃあここで座るか。そこは見えるからダメ。柱の影に入って。柱どこにあったっけ。こっち覗いたら分かってるわよね。あ、はい。その向きのまま右に5歩移動。了解しました。隊長、ここでよろしいでしょうか。よろしい。
座りなさい、キリト隊員。はい。いいお湯。女の子はみんなお風呂好きだな。好きっていうか、私の場合は綺麗にしたいだけ。どうして綺麗にしたいんだ？当たり前でしょ。好きな人には自分の綺麗な姿を見せ。なんでお湯をかけるんだよ。誘導尋問するからよ。してないけど。はあ。はいはい。ねえ、あなた無理をしていない？まあ、まあ、前回の旅は精神的に応えたかな。ユージオにもカーディナルにもエルドリアにも心配された。人一倍繊細なくせに後先も考えず一人で首を突っ込むからよ。私と出会った時もそうだったじゃない。だな。もっと周りを頼りなさい。話せば楽になることもあるし、手助けにだってなる。みんなだって喜んでそうするだろうし。シノンは？もちろんよ。私もそう。あなたの背中は私が守るわ。それはめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうな、シノン。勢いでこっち向くんじゃない。な、悪い。あんた、そういう鈍感なところが。もういいわ。ほんとごめん、シノンさん。こんな顔絶対に見せられない。待たせたわね。どうぞ。じゃあ今回の報酬をもらってくれ。祭壇に触ればいいのね。あ、キリト、変だよ。祭壇にはまっている水晶の一つが光っていない。あ、本当だ。シノン、手を見せてくれ。光は緑色か。光っていない水晶は緑色だよ。嫌な予感がするな。とにかく祭壇に触ってみてくれ。報酬が出ない。どうしちゃったのかな。もしかして先に取られたとか。はあ、俺たち以外に誰がいたでしょ。あ、坑道を掘って落盤させた人たちか。となるとリソースが古代遺跡の外に持ち出された可能性もある。みんなと合流して方針を固めよう。そうだな。